ちょっとドキドキしちゃうけど、あら人って変わりますね。でもオーソドックスはこっちですけど大輔さんへも書いておいてもらえますか。きっと喜ぶと思うので。パパですね。お疲れ様です。いいですか。すいません、撮影棒ですか。撮影棒を持って嬉しい。ごめんなさい、お疲れのところ。あのこの上で、あ、本当にどこがいいですか。ここでもいいですか。はい、すごい近い感じ、はい、いいですか。はい、あの実は何しょこれ持ってきたんで見てもらっていいですか。何ですか。何これ。写真でしょ。これそうなんです。これヨコさん本物。ヨコさん、はい、ちょっと見ていいかな。ぜひ見てください。見ていいかな。見ていいですか。うわうわありがとうございます。あれ綺麗。嬉しいです。え、これいつ。これは去年の夏秋10月とかですかね。これじゃあ第3子を出産後なん。そうです。千葉とかですか。も千葉の海岸とかで、ね、すごい。あ、これお母ちょっとお母さん感が出てますね。ちょっとドキドキしちゃうけど、あらそういうことか。いやでもなんかちょっとドキドキしちゃった。おばちゃんドキドキしてる。どうしてどうしてどうして今なんかちょっと一応はもう露出は昔から変えてないんですけど、露出を変えてない。露出とかも水着をしっかり着る、そのずらして着たりとか、あこうちゃんと着るっていうのをやってるんですけど、もう程よく、ごめんなさいね、これそのあと程よくエロく程よく綺麗な、ありがとうございます。すごいね。こんな感じでちょっと勉強させていただく。なんで大神がなんで勉強するのかよくわかんないんですけど。いやいや、何を勉強するの。旦那様とラブラブな、いつまでもやっぱりね、あんまりいないですもんね。ママになってやるっていう人が。そうですよ、ママになって。でもね、賛否両論あるんですけれども、いや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 、いやでもそう、これはちょっと本当にこのままこの世界はもう守っていただきたい。あ、なんかママグラビア多分それで第三子、三女さんが二十歳になった頃とかにもなんか出してほしい。19年後とかで全然いけるでしょ。いけますかね。その世界、またその世界があるから。50前とかですけど。そう、でもなんかそういうところでこうなんかちょっとこう一つ道を作るっていうのはどうですか。そしたらほら、開拓していきたいです。これからのグラビア女子がそこをこう目指して頑張れる、なんかちょっと勇気を与えられるじゃないですか。ありがとうございます。見ていただいて。いや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 、もう息子さんに持ってどうしよう。うちに、え、息子、息子ちゃっていいですか。マジですか。中学生の子の方がいいですよね。そうですね。じゃあ名前入りでいいですか。ママ的にいいですか、息子さんが。全然いいです。私全然だってこれ綺麗でしょって言って一緒に見ちゃう。嬉しいです。そういうものですよ、私。ありがとうございます。小さく、はい、アンド大輔さんへも書いておいてもらえますか。きっと喜ぶと思うので。わかりました。パパですね。きっと大輔もこれをこっそり見てちょっとこうクソエンデルのがちょっと浮かぶな。待ってくださいね。ありがとうございます。でも帰ったらママなんだもんね。そうです。3人も子供を出産されて体型がこんなに維持してる。いやいや、そんな奇跡の1枚を集めたんです。いや、どういうことでしょう。人って変わりますね。でもオーソドックスはこっちですけど。これはオーソドックスないですよ、本当にもう王道、王道というか熊田道。こんな感じで、ありがとうございます。ありがとうございます。書いてくれました。ここ隠した方がいいですよね。ここのお名前サイン入り。
息子さん、中二の息子さん中二の息子にありがとうございます。ありがとうございます。ということで、三井泉さんに見ていただきました。ありがとうございます。本当にすいません。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。いいねボタンを押してくれたらさらに嬉しいです。